バーチャル新潟です。バーチャル上越。稲作って感じ。気分がいいね。バーチャルいい。ちょっと、山に近づきました。山も多いですからね、新潟は。田んぼは、ずっとある。米どころゆえ。何？白看板。にしては、かなり新しく見えるし、体裁も違うから。青看板の白いバージョンだ、すげー。なんで、白いんだろう。青字に白文字だと、雪の中で文字が霞んじゃうからかな。わからん。こっちは青いし。なんなん。小悪魔系か？そういうあれで。国道253号です。東へ爆走中。山あいの平地に、道が通り、川が通り、田んぼが横たわりしています。家々もある。嬉しいね。さらには経理、新潟県道241号線。道幅が、狭くなったり広くなったりしているぜ。田んぼと古民家の農村が、山奥に延々と、現れ続けるみたいな。そういうイマジナリー、新潟みたいな景色が実際に出現する、道路風景が展開されています。納得と驚きが、両方ある。新潟って、本当にこうだったんだ。なんとなく、実際にはないものとして、考えていたところがある。こういう風景。してみるもんだね、旅。そろそろ分岐が。ここだここだ。ここから県道78号線です。大型高柳線。これまでは、ざっくりと東に向かって走っていましたが、こちらはぐいっと切り返し、北西へ登っていく路線です。でもって、道幅がまた、かなり、うおう。うわ。左がすごい。めちゃめちゃ山奥で、民家すら途絶えたのに。見渡す限りの、棚田が広がっています。すげえ。すごかった。大棚田の駐車、展開スペースとおぼしき広場を越えると、道幅が、より一層狭く、うへぇ。激狭ヘアピン。道に力が生じてきた。いやこれは、この狭さで、やけにはっきりと白線が引かれているのが、より強調具合が強調されて、迫力がありますね。あ、高さ制限2メートル。あったあった。目的の物件。こちら、国交省の、平成16年度道路施設現況調査から、それらしいものを探したところ、同一路線に1本のトンネルが記載されており、このトンネルのこととみて、良さそうな雰囲気。名称大神トンネル。竣工は昭和3年。Google マップには、大神隧道として登録されています。構造は、素彫りの断面を、モルタルでベタッと固めたものみたいで。2メートルの高さ制限標識、デリニエータポールの支柱に踊る、新潟県の3文字からも、わかる通り。れっきとした県道78号線の、県道トンネルです。そして、この制限高は伊達ではなく、普通にテクテクと、歩いて通ってこの感じ。データ上の有効高は、2.2 メートル。小ジャンプしたら、天井にタッチできるくらいだ。背の高い人なら、普通にベタベタ触れると思う。ちなみに現況調査曰く、道路部の幅は 3.1 メートル。
延長は16メートルだそうです。なお、反対側はこんな感じ。深めの切り通しになっていますね。深い切り通しの先に、小さなトンネルがある景色、すごく好きだな。車両通行していきましょう。車道として定義されている道なら、大体なんとかなるのが、軽自動車の良いところです。やっていくぞ。うおうわおう。中で若干、ぐねっとしてんだな、右に。補修の跡もびっしり。極めて小さなトンネルですが、県道の交通を確保する重要な構造物としてきちんと保守点検されているのが伺えます。下がるね、頭が。ちょっと停車して反対側の高さ制限標識をパシャリ。トンネル前後の高さ制限標識のことかなり好きなので、トンネルを見たのでこの路線の目的は達したのですが、あ、よく見る下り急勾配ありの標識と見せかけて、傾斜角を表すパーセンテージの記載がない。なぜだわからんが、レアだ。うおう、確かに下り。そしてこの道幅、それでいて、この完全ブラインドカーブに、ミラーはおろか、警笛鳴らせすらなし。自主的に鳴らしつつ進みましょう。惜しいので、バーチャル命が。一応、ところどころに対比所があるけど、カーブでドカッと、対向車と出くわしたら、一体どうなるんだろう。こりゃすごいよ。おっかない道幅なのは確かですが、路面はひび割れも少なくきっちりとしており、路肩の崩れなんかもあまり目立たないので、不思議に安心感もあります。道が突然ガラガラ崩れるとかはあんまりなさそう。頭が下がるぜ。人の気配がないなぁ。広くなった。うおお。福音最高お。あっちとんち。文明最高お。バスまでも。さすがに。さっきの道は通らないでしょうね。いやー、五体満足。生きて帰った。よかったよかった。新潟県道78号線、小上水道。その前後の、状況小区間。結構な体験ができるのは確かですが、デカめの車で行こうもんなら、余裕で脱輪の危険がありそうでした。余裕のある車で、行きましょう。バーチャルeゲーマーの、バチャ、道路探訪。次回も、道路、